個でいいですよ。おじいさんは自宅の1階を食堂に建て替えたので、入り口は商店街の大通りにはないんです。この先を曲がったら着きます。ここの椿綺麗でしょ。おじいさんが奥さんのために植えたんですよ。ごめん、考え事をしてるとついここに座っちゃうんだよ。首都大学の特待生に合格したんだ。来週から首都だ。なんだよ、ずっと俺のことを見て。まあな、でも悪くない。生物科学だよ。もし母さんが生きてたら喜んだろうな。それよりさ、俺たち今まで長い間離れ離れになったことないだろ。だからお前も頑張れよ。首都で待ってるから。一つくらい謎があった方が俺のことを覚えておけるだろ。いや、それは両親が住んでた家に運ぶつもり。鍵はお前に預けとくから、読みたい時に言っていいぞ。俺が父さんに頼んだんだ。お前にどう言うか迷って。今までお前ん家に居候していろいろ迷惑かけただろ。俺怒るなよ。俺が悪かったって。俺が大学に受かったのにお前の方がはしゃいでないか。なんだよそれ。トップになりたいなら俺に言えば。知ってる。
まあ譲らなくとも、そのうち分離選択をすれば、お前はきっと文系の方で学年トップになれるだろうし。前はそれでクラスが分かれることを気にしてたのに、まさかこんなことになるなんてな。毎日ビデオ通話する約束をしてくれたら、離れたところでの大学生活も悪くないかな。お前、ここで会えるなんて本当に奇遇だな。元気にしてたか。悪い。あの時は機密性が高い国家プロジェクトに関わっててさ、実験の間外と連絡を取れなかったんだ。でも終わったからすぐに戻ってきた。違うんだ、俺は。わざとじゃないんだ。許してほしい。本当か？俺に会えて嬉しいのか？この町に残ってほしいのか。帰るさ。今回はお前の言う通りにするから。